はいどうも皆さんご機嫌いかがでしょうか。今回はね、Steam の体験版なんですけども、ファームマネージャー2021プロローグというのは遊んでいこうと思います。見下ろし型の農場経営シミュレーションゲームですね。従業員を雇って農場を拡大したりね、作物育てて農場経営ゲームです。やっていきましょう。チュートリアルからやりますね。さあ、なんかウィニングポストみたいな。ちょっと時間止めようか。こんにちは、はじめまして。私はアンナです。このチュートリアルで農場経営の基本を学ぶのをお手伝いします。で、農場長としてあなたには多くの責任がありますが、すべて一つずつ説明しますのでご安心配なく。最初にこの試験農場をご案内します。はいはいはい。まずオーナーの家です。建物をクリックしましょう。この建物では複数の駐車スペースと小型の倉庫が利用できます。駐車場にはトラクターと高機器があります。ご自由にお使いください。スタッフの子やね。はい。農場経営ゲーム初めてやね。めっちゃ男前やん。チャップマン。アダムチャップマンね。追加で7人雇用することができます。最初のタスクはチームに追加で7人。おぉ。みんなちょっと給料が違うんやね。これ雇用せなあかんってことか。この上の色は何でしょうね。あ、すごいこの人。家事も生産もできますね。あー、能力が違うんですね、人によって。なるほど。動物。あ、雇われへん。なるほど。もうチュートリアルから決まった人しか選べないみたいです。その調子です。次は仕事を割り当てましょう。小屋をクリックしてスタッフ1人割り当ててください。はい。これは何やろ？動物か。じゃ動物、すごい人割り当てようか。どれがすごいんやろ？あ、この人しか無理なんか。家畜を購入しましょう。ヤギを5匹購入してください。はい。さすがですね。動物が注文されました。供給者によって届けられるので少し時間がかかる。はいはいはい。進めなあかんってことか。スタッフの体力も減ってますね。来た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 。見えへん見えへん。これヤギの食料に、あ、これヤギの食料にできる生産リストです。さまざま栄養のあるものを食べさせろ。はいはい。はい、はい、はい。めっちゃ食費かかりそう。資源不足。あとは市場パネルでこれらの製品を購入するだけです。まずは牧草と発酵肥料100を購入しましょう。牧草と発酵肥料。購入ってどうやんのやろ。市場に行って仕入れろ。市場に行って仕入れろ。あ、ここか。これですね。はい。これ？その他。はい。あー、なるほど。105か。購入。よくやっています。当然のことですが、牧草は自前で育てる方が安くつきます。そのためには植えなければなりません。32m×30m の畑を作れってよ。畑、これか。おー。こうね。はいはいはい。5万2000。あ、結構お金あるね。やりましたね。次は畑をクリックして作物を選びます。はい。牧草。はいよ。作物が選択されました。畑管理パネルを開いてください。これじゃないの。ここで使用できる農機を見ることができます。畑の状態と作業タイプを確認してください。これか。はいはい。これ人割り当てなあかんねんね。これとこれってこと。購入した種が届けられるとすぐスタッフが畑に撒いてくれます。あ、待たなあかんってことですか。これ？もう納期の駐車できるスペースがありません。そこではまあ駐車、あ、け納期を建設、
駐車場建設の話は。ここか。あ、来た、納期。電気が通ってないみたいです。送電網と大通りに繋がってる必要がある。これに繋げなあかんってことですね。変圧器の。ここに置くってこと？購入した種が届けられるとすぐ、うん、こうですね。あ、こうで、こうか。こうか。わお。機械市場に行って、芝刈り機、耕運機、刈り機、肥料散布機、自動積載飛行牽引機か。めっちゃ買うねんな。すぐ買えなくなりそう。芝刈り機、ちっちゃいの芝刈り機って。あ、材料か。これに合体させるってことかな。手動ですか、もしかして。あ、もっと下やった。うわ、めっちゃある。すごいありますよ。あ、いよ、これちょっと移動したいな。ここに移動しよう。はい、次は R を押してエスタ幸運機。また買うの置かれへんで。医療散布機。あ、一個ぐらいか。はい。その調子です。これでスタッフの手作業ではなくなり、納期を使って作業は可能となりました。はい。まずいです。あ、火事？いやり？何？消防に電話する。これか。なんで火事が起こんねん、急に。来た、消防。あ、来た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 。豪快やな。消火活動してくれてます。あ、ぶつかった。これはあれか、家畜小屋か。ヤギが丸ヤギになる。丸焼きに。丸焼きになるわ。まだ治らんのこれ。えらい進化遅いな。あ、焼きでも全然大丈夫やわ。ふう、火が燃え上がら、燃え広がらず、怪我人が出なかったのは不幸中の幸いでした。仕事に戻りましょう。季節スタッフ用宿舎。おー、日雇いの季節労働者ってことですね。RR。よっ。施設労働者スタッフ、牧草をまくの必要となるのか。ああ、そういうこと。アルバイトみたいなんか。立ってるね。リアルやな。オッケー。雇用期間は今から10月までにしてください。おお、今から10月。ここかな。どういうこと。今が4月か。まあいいや。高い賃金を約束するといいでしょう。え、25% ですの。お、来た、いきなり。財務表見てみましょう。財務表ね。お金減ってるんじゃん、これ残高。ヤギとミルクだけではこの事業を発展させるので十分でありません。牛小屋と羊小屋とミルク加工プラントに投資すべきでしょうね。そうすればチーズや他の乳製品も作れる。ああ、なるほどね。まずは食料にバラエティを加えるため、発酵肥料の生産から始めましょう。どうやって。あ、これね、発酵肥料工場を作るってことか。臭そうやな、ここできた。お、できましたね。で、あ、これを、あ、生産変更。
あ、時間かかるみたいですね。あ、箱ヒーロー作りに来はったわ、エスターさんが。これはパワー減ってったらどうなるんやろ。疲れて帰るんですかね。あ、疲れたらしいわ。回復してまた戻ってくるんでしょう。あ、でも自動で生産できてますね。 OK。 スタッフは働いて疲れてきます。スタッフの画面か画像の下にある緑ゲージチェックして休憩を。うん、勝手に取っておったね。あ、次へ。はいはい。食料を生産中です。牛小屋を建設して牛を5頭、4頭購入。はいはいはい。牛小屋ね。これ反対か。こうか。よし。羊小屋も建設するかみたいですね。まず、牛を4頭を購入しよう。できたー。牛購入。4頭、はい。割り当てなかのか。はい。これでいいかな。羊小屋。羊小屋。牛小屋。ヤギの隣に作ろう。あ、作れない。っていうことは違うな。どっかに。あ、違う。なんか違うわ。あ、餌がないんか。牛何くんやろ。牧草でっか。肥料と。これで OK かな ?OK。餌あげるの忘れてたみたい。動物。はい。餌あげなあかんねえな。OK。5匹。1、2、3、4、5。はい。で、担当。モーライオンだった担当。これとこの辺ぐらいいいんかな。チーズ、ミルク作るらしい。あ、保管庫ですって。こんなとこに作るの。よいしょ。加工プラントも建築せなあかんらしいです。加工、加工。どこに作る？でかっ。でかいな、こんなんなんや、ミルク加工プラントって。牛のイエローチーズを300個生産って書いてある。4階建てですね。結構時間かかるな。あ、でもこっち、勝手に倉庫に入るんか。あ、ミルクが結構できてきてますね。チーズ作らなかったのか。はいよ。ちょっと待ってね。生産。チーズですね。はい。あ、二人も当てなあかんのか。生産。一番ウィンドウ。売却。あ、ミルクは。あ、ミルクの相場もあるんや。全部売却した、今。倉庫とミルク加工プラントの間で乳製品の輸送をもっと効率にできそう。輸送速度を大きく向上させる物流施設。はあ、ベルトコンベヤみたいな。いや、こっからここやん。これいいの、物流施設なんて。ああ、なるほどね。そうなん、今サークルが出てた範囲は運んでくれるってことか。あ、まだなんか作れって書いてあるな。家畜の健康が悪化するから獣医を作れってよ。病院か。お、こんなとこに作るんですね。うわ、大変やな。一つの町が出来上がりますね、もう牧場だけで。そろそろお金を稼ぎ始める必要があります。収入をもたらせってよ。収入か。ってことは売らなあかんってことやな。ここは頑張って生産してるのかな。全然生産できてないな。チーズ120もうちょっとしたらできる。もうできたんちゃう？まだか。なかなかできひんの。あ、来た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 。できました。チーズ売りましょう。あれ？あ、箱に壊れてないんかな？この人が運んでんの。
物流施設に入れて出荷？あ、取りに行くんかこれ。はい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 。ポイント人終わりになってなあかんのじゃん。っていうことは、あ、関係ないか。で、出運んだ方がへい。で、売れるっていうことですね。あ、チーズ来た。チーズ、なかなかの価格ですね。売却 !OK! これでチュートリアルは終了です。少し助けになれること願っています。あなたは非常によくやっています。おめでとうございます。あ、終わった。なるほど。ちょっと面白いやん。こういうの好きやねんな。キャンペーンできひんかな。できますね。キャンペーンモードもちょっとできるみたいです。なるほど。シナリオは？あ、プロローグは、キャンペーン一つと多分、プロローグできるんですかね。なるほど。これちょっと面白いな。こういうの好きやねんな。うん。はい、今回はね、ファームマネージャー2021プロローグというね、シミュレーションゲームを遊んできました。やばい。こういうのは好きなんですよね。シティーズとかね、スカイラインとか。シミュレーションゲーム好きなんですよ。これはちょっと買ってしまうかもしれん。これいつ発売やったかな ?2021 年の上旬。3月、1月から3月、春のうちに出そうですね。はい。ご視聴ありがとうございました。またね、こういうゲームやっていこうと思います。皆さん良い一日ありますね。次の動画でお会いしましょう。さよなら。バイバイ。